なぜかドライビングバージョンです。はい、お前さん、昨日ドライビングバージョンは上がらなかったですね。昨日ね、はい、そうよね、昨日なんかいっぱい上げるもんあったじゃん。そうですね。だから昨日はドライビングバージョン上げなくて、はい、あの昭和のアイドルについて語った回があるのよね。そうなんですよ、はい、あれ結構いい回ですよね。はい、あげます、あげます、あげてくださいます。はい、あげるな。そのうち、そのうち、はい、でまだ、神戸の名所案内バージョンもある。あれ第1弾しか上がってないですもんね。第1でこれから行きますしか、京橋から乗りますって言ってそこで終わってるもんね。どこ行くねんで終わってますもん、ね。はい、結構あるのよ、取りだめは。取りだめありますね。取りだめあるのよ、だから、まあ、でも来週はビジターゲームが続くんでね。はい、あの今朝の、ドライビングバージョンがちょっとね、はい、労力の割には、うん、ということを話していると、はい、まあ、あの一部少数のドライビングバージョンファンの皆さんから、はい、残念ですみたいな。残念です、まあ、嬉しいね、悲しいね、まあ、残念やろうけど、ついに終わるのかと。終わるよ、まだ上がってるんですよ。でも、まだあるんだよね、だからね、上がってるんです。はい、でそういうことでね、なんかこう負けた時の試合で、はい、これでどなたかからの、提案がございまして、はい、if もしね、もしあの場面、例えば、うん、昨日の土曜日のゲームでね、はい、まあ、僕が実況していたゲームなんだけども、はい、まあ、リードされていたんだけども、はい、ランナー二塁一塁で、うん、宗選手がゲッツー打ったシーン、ありました、ありました、はい、で、あれが例えばホームランだったらとか、はいはい、そのいい負けた試合でも、うん、そのもしそれがいい方向に転んでいたらという、お前さんの架空実況してみたら。架空実況、はい、あ、大変ですね、お前さん。いや、そんな簡単にはできるんですか。できるんですか。虚しいやろ。間違いない覚え、そうなんて言ったらいいなって。実際負けてるんですよ。それやって結果変わるんやったらいいですけどね。そうそう、なんか虚しいやそこで、あ、逆転逆転って言っても、実は今日負けてますよねみたいな感じになってくると、なんかそれはちょっと僕としてはなんかあまり気持ちが乗らないかなという。まあ、それだったら、はい、今日これから始まるゲームに対してこんな希望が、困難が起こればいいねというやり方だったらまだそれいいんちゃいますか。試合前にワンシーンだけでも、ワンシーンでもこんな風なことが起こってほしいっていう、お前さんの核実況。そうね、はい、それありですね。初回にランナーを置いて、はい、ノーアウトランナー二塁して、今ターボ強したって言いながらね、うん、あ、そうですね、1球を投げました、ボールアウトコース、ターボ外れました、投球コントが2球目って言ってな、まさかのラジオバージョンです。そう、第2球を投げた、ダーイタよしたーって分からへん、小野塚さん風に言えば言うわけでしょ。そういうのやってできるけど、でも毎回同じような実況になるね。まあ、そうですね、誰かが使うか変わるだけですもんね。そういうことなんですよ。でも改めて聞いたら、ダーってやっぱ分かんないですね。でも改めて聞いて思いましたわ。カルメ送信センター前、そう、抜けていく、そういうことです。面白いライトへ伸びるぞ伸びるぞ伸びるぞ、入った、ホームランゾーンに届いた伸びるぞなんですね。そう、僕いつも疑問に思ってるんです、はい、これ亀さんにも何回か言いましたが、はい、ま、アナウンサーのあるあるで、はい、大きいぞとかね、よく伸びるぞ、うん、ゾーって言うやん、うん、聞きますね、よく。誰にゾーって言ってるの考えたら分かんないですよね。これ大きいぞ言うやん。いや、よく聞きますよ。僕は絶対言わない。そう、確かに大前さんの実況聞いたことないって、はい、思いました。なんとかするぞって言ったらなんかちょっと存在な言葉でしょ。存在な言葉ですかね、はい、うん、例えば僕はあの子供の頃、うちの母親は言葉遣いに非常に厳しかった人なんですよ、うん、あ、はいはいはい、例えば暑いなとか言ったら、はい、暑いなじゃないでしょ、暑いねでしょ、あ、厳しいっていうけど言われて僕は育てられました。でも厳しいけどそれ大事ですね。ね、はい、で、まあ、その言葉はだんだん小学校行ったりしていくと友達の言葉に馴染んでくるんで、だんだんあれやけども、はい、もうだから僕は幼稚園ぐらいまでは女の子の言葉みたいだったもん、ほんまに。暑いねって。暑いね、へえ、ね、そうなん、暑いなじゃない、暑いねでしょ、そうか、暑
にナーもダメなんですね。あのナーじゃん、あのねでしょ。でも確かにそうですね。あんたらそう優しい言葉で喋りなさいっていうふうに、はい、あの言われた。いや、いい教育だと思います。そうなんで、僕らって起きぞっていうのは僕の中ではないのよ。そう、確かにないですね。だから僕が仮にその起きぞ的にもし言うならば、はい、何とかこれは大きいよ大きいよ、大きいよ、入ったよ、大きいよ、入ったよ、吉田選手ホームラン。そうなるのよさあこれはクロスプレーズになるぞじゃないの。なるよなるよ。判定はアウトだ。ダメですか。アウトだはアウトですよ、ね、アウトです。ああまあそれはまあ普通か大きいよ。だから僕もアウトだと言われアウトですって今でも言うと。ああかもしれないですね、うん。僕は大きいぞって言い方しないんだけども、はい、もしするとしたら、もし使うならこれはライトで大きいよ、大きいよ、大きいよ、どうかな三塁回ったよ、回ったよ、回ったぞじゃないね、クロスプレーになるぞじゃない、なるよ、なるよセーフだよ。それは育ちですね、完璧に。いい育ちですね。だけど、だ僕の中ではそのなんとかぞっていうことはないんだよ。あでもい要は、要はどうかはちょっと置いといて、はい、なんとかだぞっていうのは使わないのはいいかもしれない、ね。僕は誰にそれを言い語りかけてるのかなというね。うん、ね、大きいぞ、大きいぞ、大きいぞっていう、ね、なんかすごい 僕の中では違和感があるのと、もう一つは、はい、まあ、今でも使われてる方はたくさんいらっしゃいますけど、まあ、これ、まあ、正しくないじゃないんですよ、はいはいはい、今の像も別に悪いと思わないんだけど、僕の中では使わないということで、あとね、はい、よくある言葉で、はい、さあマウンド上は麻酔であります。あ、よく聞くそれ。言うでしょ、特にベテランの方って、ね、そう、古い人が、いや、まあ、軍隊やないやから僕は思うんです麻酔であります我は麻酔でありますみたいな。そうなんですよね、だから3回の表タイガースの攻撃であります言う人おるやん。よく聞きますよそれ。僕もこれあります、絶対言わないです、はい、ああ、大橋さんから聞いたことないですね。麻酔ですって言ったらいなくなるじゃん、はい、ですますでそれすぐ言葉して、ね、あります神戸雄介であります絶対言わへん、まあ、そう考えるとおかしいですね。で人々それぞれね、アナウンサーにも個性があって、うん、はい、いろんな使う言葉もあるしね、はい。まあ、でも確かに、うん、こう目指してる側からしたら、うん、オンエア乗ってる人正しいんやと思うんで。そう、まあ、正しいんや、間違いじゃないんだろうけど、はい、ただその今そんな言葉使いますかっていうね、うん、タイガースの攻撃であります昔そんなんやったもんね。いやでもよく聞きますよ。でも今でもやっぱりそういういらっしゃる方いるから、ね、はい、いらっしゃる、普通にいらっしゃいますね。そうだからね、アナウンサーのその特徴を、まあ、聞いてても面白いね。やっぱだから実況一つとってもそれなりのそれぞれの個性が溢れてますもんね。そうそうそう、いやだから神戸さんのあの上来なんても個性あるやんか、はい、ありますかね。中村ひろー中村ひろー開拓やそうやろ言うやん個性ですね。ダースボールキューバ出身キューバ出身ね、ちょっとざっくりやなキューバ出身でお前さんに聞きましたけどアメリカは州出身。そう、あのなんたら州まで言うんですよじゃあキューバも州じゃない。キューバもなんとか州言うてあげてよ浜田市出身と言うたってくるなでもそこは違うんですね。面白いですね。でも工藤監督も愛知県出身って言うだけやね。市とかそこ言えへん、裏とかじゃないんですね。言わへん。そう、なんでなん、なんでなんやろ。愛知県出身、さあ我らが工藤公康愛知県出身っていうだけでもなんか意図があってきっとおっしゃってるんでしょうね。そうなんだ、うん、だから僕も亀さんに一回しれっとさ、はい、どっかで誰かにさ、はい、ね、はい、言ってほしいわ。何をですか。え、ね、なんかもうそのなんかスタメンのとこで言ったらさ、はい、なんかちょんばれになるから、はいはいはい、8回ぐらいにさ、はい、ピッチャーね、日替わりかりまして、はい、富山バカローズピッチャー背番号28富山亮が和歌山県御坊市出身って言ってくれよ、まあ、しれっていうのは面白いかもしれない。しれって言ってその時みんな え今川下何言ったっていう、そういう、まあ、確かに面白い。そういう遊びがあってもいいんじゃない。確かに皆さん反応してくれますかね。これでも反応せえへんかったらせえへんかったで面白いんか。そうやん、やってもやっても面白いんか。誰も気づかへんかったな。
面白いですね。怒られたらごめんな。あ、怒られることはないですもんね。間違いじゃない。間違いじゃない。そう、出身地間違えたら怒られるかもしれへんけど。まあ、富山投手今日初勝利おめでとうやったね。本当に良かった。良かった良かった。去年からずっと頑張ってありましたもんね。そう、僕は富山君個人的にめっちゃ好きなんです。今日僕は喋ってはるとこ初めて聞いたんですけど、うん、すごいなんかいつも表情はこう真剣な表情を崩さないと思ってたので、はいはい、富山投手の顔がなんかこんなになんか喋り方が柔らかいんやなっていうふうに思いました。そう、あの柔らかくてね、あのニコッとしてね、はい、あの表情もね、うん、あの優しい感じで。すごいいい感じ、うん、僕は大好き。そう、すごい印象変わりましたね、はい、あのいいピッチャーなんで皆さんも応援してくださいね、うん、いそうなおさら応援したくなるなという感じの話でした。今は今津に来ておりますね、今津、はい、ということで間もなく10分になろうとします。じゃあもうその10分になるんでここで一回切りますね、はいはい。今回はアナウンサーの癖、うん、特徴ね、まあ、みんなあるからきっと僕もあるんですよ、うん、絶対あるはずなんで、あのタモンさん僕 の、 あの座り方だけモノマネしてました。喋り方じゃなくて YouTube ライブでされてましたね。こっちはどうも俺の晩酌です、今日は大宮の楽屋から喋っております。今日までやりましたけどもね、増井さんの価値が消えてしまった、残念ですねっていうに決まってるから、はい、じゃあ答え合わせしましょう。それを、はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。